なんか治ったぞ。なんか治った。皆さんなんか治りました。やったね。なんか治ってた。いやなんかみんなにさ、じゃあちょっと後でしようかなみたいな、あの投稿したじゃないですか。そしたらさ、なんか今治ったっぽいみたいなコメントあったからさ、そう、あ、じゃあいけるかなと思ったら、今日何日目？そう、いけるかなって思ってやってみたらいけた。ヤッホー、びっくり。おもろい、1000、盛り上がり度が1000ぐらいあってるわ。ただごめん、なんか花火とか上がってたみたいだけど、ごめん、ちょっと全く見れてないわ。そう、今日は私ちょっとお仕事の関係でここにいます。今日が1587ですね。もう15分経過したの、まさかの私いない状態で。なんでそら。やばすぎ。じゃあ終わろうかな、配信。終わった。15分経ったんだけど、もう終わっていいじゃん。あーやばい、おもろい。私がいないのにクリアしてる。もう終わろうかな。やばすぎ、世界一おもろい。コーヒー牛乳飲みます。やばすぎ、めっちゃおもろいやん。そんなことある。やば、マジおもろい。裏技っていうの。いやさ、配信しようと思ってさ、開いたらずっとさエラーの500みたいなやつが出るからさ、どうしようって思ってさ、他のルーム見に行こうと思ってもエラー出てたさ。ごめんね、ちょっと膝上げるね。あ、よよれてる。いただきます。なっちゃんブロックされた。そんなことしないよ。よっぽど変なこと言ってくれるやつはするけど。ごめんね、みんな昨日配信ちょっとできなくて。できたっちゃできたんだけど、ちょっとあまりにも疲れすぎてて、ちょっと昨日は本当にそんな余裕がなかったので、ちょっと申し訳ないけど昨日はしなかったです。今日楓の誕生日。あ、そっか、今日楓の誕生日か。あ、でも楓 LINE に誕生日登録してないんだ。だから出てこなかったのか。いや、僕の誕生日、あ、本当？おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアジャッキーさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう。今日でももう一人ぐらい、なんかね、さっきね、タイムラインっていうかおすすめ流れてきたんだよね。今日誕生日なんですよねみたいな。この人がこのルームに来るかどうかわかんないけど、なんかよく流れてくるんだよね、そういうの。やっぱおすすめ機能のおかげで。
か最近さ、私こういうさ別の場所から配信するときこの服のこと多いよね。なんでかっていうとね、一番ちょうどいいからこの服が、うん、あのね、この服マジでちょうどいいの。もうこれ着ときゃなんとかなる別に全然ダサくはないじゃん、割とおしゃれめじゃん。だし別にそんななんか丁寧に扱わなきゃいけない値段でもないのよ。言い方悪いけど結構安かったし、これがいっちゃんちょうどいいのよ。靴にもサンダルにも合うし、これ冬に甘くない、これが好き。私雪ジュース好きなんだよね、実はグリコより。二代目花火職人キュウイってなんだろう。ああ、なんかあの今イベントでそのあそうイベントがあってんの今で、そのイベントの今キュウイにいますよっていう。今日からだっけイベント、昨日からだっけ。でもこの前のさ選抜の時にさ、みんなが優しい、みんながタワーをいっぱい投げてくれたからさ、イベントかぶってたら一番ちょうどよかったのに。花火今日からか、だから今キュウイなんだ。そう、でもアワードのためにできればクリアはしておきたいところ。めっちゃめっちゃ嬉しい。あ、ママッペだ、ありがとうございます。そう、そういえばね、あのお、あとオーガサじゃないわ、オーガサ出ないわ、なんだっけあれ、キジマの時もハンちゃんのご両親が見に来てて、でその関係者の時にたまたまお会いしたんだけど、その時にお二人からもおめでとうっていただいて嬉しかった。1位になるとなんか花火職人の称号をもらえるうん、あとポイント数が30いくとシャインマスカットとかうなぎかなんか食べれる。うなぎありがとうございます。ほんと、あ、そうで、いぶきんとこも来てて、いぶきんとこからもおめでとうって言って、ありがたいですよね、本当にそうやって言っていただけるの。花火もらえるの、焼き肉券3枚、あ、魅力的。でも1位はいいや、1位は多分さすがにちょっと厳しいから。でもできればポイントは達成したいな。うなぎとマスカット、え、それ選べるんでしょ、うなぎかマスカットマスカットは別にうちもらえるから、農家つながりで、うなぎがいいな。そう、でもね、この前の記事の時ね、その関係者っていうか、うちらの楽屋がある場所がまあその一般のお客さんも割と入れるとこだったんですよ。まあでもただその一般のお客さん全員が入れるわけじゃないけどみたいなとこだったので、その時にうちらまだメイクしてなくて、でこうなんていうの、コットンとかこうコットンパックっていうコットンを顔に貼り付けてさ保湿したりとかしてるメンバーが結構いた中で、私は別に今普通に名前やってなくて、でその歩いてたんですよでそしたらなんかリノがこうタタタタって来て、歩いてたらなんかファンの人がいるみたいな、どうしよう、リノこんなコットンパックしてるのにファンの人に会っちゃったみたいな。そうで、その時なんでファンの人って分かったのみたいな、知ってる人って言ったら、いやなんかこの前のさメロンソーダのさ T シャツあったじゃないですか、メロンソーダの柄の T シャツ、アクスタとかも出てた時のグッズ、夏だっけ、なんかのコンサートの時のやつ、なんかあれメロンジュースの T シャツ着ててみたいな、ファンの人なんか男の男性のファンの人が一人いるみたいな、どうしようみたいな言っててで、あ、そう、マジみたいな、あ、じゃあちょっとみんなに言っとかなきゃねみたいな、一応なんかその別に会うのが悪いとかじゃなくて、シンプルメイクとかもしてないから気にする子もいるし、そういうコットンパックみたいなのやって歩き回ってる人もいるから、一応じゃあ言っとこうかと思って、リノが送ったんですよ、キジマのグループラインに、なんかファンの方がいるかもしれないからみんなちょっと一応その格好とか気をつけといてねみたいな。それで、あ、まあそうなんだみたいな。でまあ他のメンバーとかとこれすれ違った時にもみんなで
誕生日ちょっと待ってて、この話終わったらお祝いするから。セミツイート流れてきたからね。そうあでさ、でそれでそのみんなに通りかけて、あなんかファンの人行ってみてだからちょっと顔とか気をつけなみたいな言ってたんですよ。でそれで私もその通路みたいな歩いてるホールみたいな歩いてる時に見つけたのよ、その人。あこの人かと思って、あこのファンの人だと思って、そのメロンソーダの T シャツ着てたから。でその人がちょうど女性の方と一緒に外に出ていくとこだったので、あの人かと思ってよく見たら、なんか見たことあるなみたいな、え見たことあるぞこの人と思って横にいる女性をしっかり私は見たことあるの、男性の方もよく見たら見たことあるの。はんちゃんのご両親だったのだからリノが見たファンの人ははんちゃんのお父さんだったのでもそのはんちゃんのお母さんが一人で関係者のその受付やってる時にお父さんがメロンジュースの T シャツ着てメロンソーダのやつ一人で立ってたから、リノそれファンの人と関係してみんなにファンの人がいただからあお疲れ様ですって言って出て行く時も、そしたらあクリナちゃんみたいな、おめでとうみたいなマジ面白かった本当に。だからグループ LINE に私がハンちゃんのご両親でしたって送って、なんかだからハンちゃんのお父さんに今リノがみたいなあのメロンソーダの T シャツ着てるから、なんかしかも一人で行ったからファンの人と勘違いしてましたよって言ったら、ハンちゃんパパがいやこれおろしたてみたいな、今日初めてこれおろしたのって言ってておろしたてやばいそのもう記事のためにおろしてきてました T シャツをパパハンちゃんパパマジかわいい、うん、本当に面白い。そうね、あのさこっちから割とさあの後ろのさ待機してる場所からさファンの人が結構見えてたんですよ、ステージの方で。それでそしたらハンちゃんがあのジャンプしてるの弟ですみたいな弟元気しかもお父さんメロンソーダ着てるからめっちゃ分かりやすいしマジ愉快かわいい、本当に愉快な最高な家族。もうマジかわいい、いい家族すぎるメロンソーダの T シャツおろしたってやばいしかもそれがリノがファンの人と勘違いするのも面白いだってどう見ても見たことあるんだもん私はよく見たことある人たちだったからうーんみたいな本当に最高で、誕生日の人がねいましたから、もう本当に面白すぎる。はい、行きます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアペルナ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ペレおめでとう。もう本当に最高です。誕生日の投稿回ってきたからね、私のおすすめで。あ、目に入った髪の毛が、髪の毛ボタン間違えて録画途中で切りました。何やったのバカじゃんねえ何やってんの、誰か代わりにやってくれてる人いないの、ドアホー。またそれも人生、そうだね、こうして人間強くなっていくんだ。
そうだ、ネイルを落とさなきゃ。まだラミラミがちょっと残ってんだよね、爪に。配達会、あ、はい、そう、配達会、皆さんあと7分です。あと7分で、発売前に CD が届く受付ですが終わります。ねねさんの投稿を見て気づきました。確かにいると思って。ぜひオンラインがさ、マジでめちゃめちゃっていう言い方して正解なのか分かんないけど、売れててびっくりしてます本当に。かゆい、かゆい、首がめちゃめちゃかゆい。最近ここのちょっとサボってたからなくなっちゃったかも。ドサッと届く、ああ CD のね。ちなみにね、皆さん買ってくれているであろう CD は劇場版ですので長いまーす。劇場版でもみんなせっかくな生写真もゲットしてほしいので、タイプ A タイプ B もゲットしてください。生写真つくもんね、ぜひお願いします。なんかめっちゃさ、坂道のさメンバーさん、坂道の CD を開封する動画とかめっちゃ TikTok で流れてきてたから、あれ憧れだったんだよね。そうなので、よければぜひ皆さんも開封動画撮ってください。みんなも開封動画撮ろうかな。地引きするまで終われません。皆さんも自引きしてください。CD2 枚で開封撮るか。そう。みんなりなちゃんへで送って開封動画。じゃあ今日はりなちゃんの CD 生写真が出るかどうかお願いします。2枚。本店の開封配信、そんなのあるの？モバガチャじゃないですか。あ、モバガチャ？モバガチャってなんだっけ？あれか。なんかもういろんなコンテンツが増えたから今ね、ちょっとわからなくなってきたんだよね。チャット何をね、チャットさ送るのがないんだけど。どうしよう、何送ろう。これを開いてみた。最近さ2日に1回開くからログインボーナスがさ2日に1回なんだよね。あ、待って、これもしかして私じゃない、このすごい発行中のカード一覧で私のスーパーレアっぽいのあるわ、1個あるわ。私のある。あるけど持ってるのは私じゃない。1位の勝負でも1位は多分無理だと思うんだよな。
心のガラス窓に夜露が流れ思てるよ、うん、今5個届いてますね。パック DHY さん、 HKT 超越おじさん、ありがとう。開封。このリュート可愛いよね、こうやってやってるやつ。ひじりだ。え、ひじり可愛い。これめっちゃ漏れてる。でもリナなら出ないんかい。え、ひじりのスーパーレアの青のやつめっちゃ可愛い。私これ超好き。え、めっちゃ可愛い。これこれいいな。ひじりに送ろう。これ可愛いねって。可愛いね。ティーに送ったらなんてくるだろうな。ひじりでも、うそやん、ありがとうってくると思う。か、嬉しい、ありがとうってくると思う。だいたいそんな感じなイメージある。うん、2時になった。もう2時か。そうね。でもまだ2時かなんだけど、私的に。私結構今もう17時ぐらいの気持ちなんだけど。気持ちは。そうだ、ネイル2箇所ぐらい落ちてない。ちょっとこれ落とさなきゃいけないんだよ。これ私落とさなきゃいけないわけじゃないんだけど、ちょっと落としたいなと思ってるから、ちょっと落とすね。言った。ほら中指のキラキラがちょっと残ってるのと、あとここの薬指のキラキラをどうにかする。うん。さあみんな仕事だ、仕事。仕事に行け。あ、ひじが来たぞ、返信。わーい、あざす。なんかと思ったって来た。嬉しいの方でしたね。はい、正解した人いるかな。あ、そう、キジマの時さ、ファンの人とも、普通にファンの人とも会ったんだよね、たまたま。でもその時さ、もう急いでたからさ、めっちゃファンの人さ無視しちゃった。超塩対応しちゃった。やばい、ごめんちょ。あくせ、この
シンナーみたいなものにくっさいな。まあでも仕方ないよね、だって関係者のとこ、まあ一般の方も入れるし、まあ、別にあれだからね、出待ちとかしに来たわけじゃないから仕方ないんだけど、今回の場合はただくっせシンナーみたいな匂いするこれ、リムーバーだから仕方ないんだけどさ、塩対応っていうか、まさかいるとは思わなかったからさ、まあ、別にいてもおかしくないとこではあったんだけど、たまたまだし、あ、くっさいこれ、いやリムーバーってマジ臭いんだよな、どうやったらこれ綺麗に落ちるんだろう、ラメって毎回マニキュア落ちづらいんだよな、今回はジェルの上にちょっとマニキュアを塗るっていう、ちょっとなかなかしない方法を取ってますけど、お仕事のためですから、とりあえず左手は全部落ちたかな、右手ですね、あとは右手の1本、この1本の指だけを落とさなきゃいけないです、本当にこれ臭い、そうだからなんかそのファンの人たちになんかあれだったら申し訳ないなっていう気持ちはあるわ、塩対、あまりの塩対応すぎに、でもさ、ま、マジでいると思わなかったからさ、びっくりしちゃってさ、もう取れない、これなんでラメこれ取れるって書いてるのに、しかもこれさラメ取りやすいみたいな書いてたのに、いやしかもそのファンの人たちさ、見たことある人たちとか知ってる方だからさ、余計なんかさ、えみたいな、クニャちゃんこんな感じだったっけみたいになったら、ちょっとそれはそれで嫌だなっていう、私も嫌だなって思う、向こうも向こうでえみたいになってるだろうし、これスクラブでラメも簡単に落ちるって書いてるじゃん、スクラブ入ってるって書いてるじゃん、これ別に触れとか書いてないしな、振ってみるか、スクラブがもしかしたらね沈殿してる可能性ありますから、ね、オンライン会議のふりしてやばすぎ、怒られないでよそれ見て、もうちょっともうちょっと、ほらもうちょっとで落ちる、そうだよね、沈んでるかもしれないからね、よし振ってみたよ、見た目に変化はないね、全然落ちないね、変わんないわ、うわくせ、やっぱ苦手だなこの匂い、いやなんか好きな人はいないと思うんだけど、なかなかこの匂いが、でもたまにいるよね、こういうなんか薬品っぽい匂い好きみたいな人、あくせ、もう今ラメが舞ってった服の上にサラサラーンって、ガソリンスタンドの匂い私無理なんだよな、本当にダメなんだよね、ガソリンの匂いマジで苦手なの、
かいるよね、たまにさ、そういうちょっとこう癖のある匂いが好きですみたいな人。あ、ほぼ落ちたぞ。どうぞ一つで決める。これで完全に落としきるんだぜという意思を込めて締める。ちなみに今空気清浄機はつけてるので大丈夫だと思います。多分よし取れた。手洗ってくるね。ちょっともう皮膚にめっちゃついてるから手洗ってくるね。次の流れも腰まで流れも天井のファンゆっくり回り涙を忘れさせようとする。恋の終わりを一方的に感じてしまうとダメよ。イエーイイエーイ。いいじゃん、落ちた落ちた。で今回はなんとこんなものを買ってみました。じゃん、ネイルシール。ネイルシールを買ってみました。ネイルシールとかなかなか使ったことないんですけど、ちょうど爪が今薄ピンクだから合うかなと思って買ってみた。スリーコインでこんなの、こう爪にこうやって貼っていく。エンドロール使ったらどうやろうね。エンドロールね。エンドロール本当に下手だもんな。まあ、ねねさんにね、LINE 送るの。よし。じゃあシールを貼っていこうかな。じゃあこのちっちゃいやつをまず貼ろうかね。ピンセットとか何もないからさ、己の爪でこう信じて貼っていくしかないんで。あ、でも結構いい感じに貼れました。小指でもどうなんだろう、仕事的にいいのかな、貼ってもいいとは思うんだけどそう昨日の試合、トリニータの試合は YouTube でちょっと見ました。
けど、お仕事の時間帯的にちょっと全部は見れなかったんですけど、でもあ、なんかすごいなんかあると思ったらこれだった、こっちだった、そう、でも全然見れなかった。やっと見れたと思ったらすぐ前半終わったショック、めっちゃお腹鳴ってる。カフェオレ飲むとさ、お腹がギュル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 ってなるんだよ。仕事で名古屋赤服買ってた。いいなあ、ずるい。みんなも赤服食べたいし、ダメ食べないで。みんなも食べたいから食べないで。さすがにずるい赤服は。待ってよ。集中してるからね。この作業は集中が大事ですからね。やばいやばい、爪に全部張り付いてる。よし、一本の爪なしで。あ、あった、まさかのこのあれの上に落ちてた、シール貼ってる紙の上に。お前はクビだよ。仕方ない、こいつもせっかく戻ってきてくれたし、貼ってやるか。ほら来なさい、こら
言うこと聞くんだよ。よし、よし、これの感じじゃない？ちょっと待って、なんかここのパーツのあれが合ってないな。シールとパーツが剥がれそうになって、頑張って、もうちょっとだから。よいしょ。よし、どう？ほんとちょ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 んって感じですけど、んちゃう。でこれトップコートとかで覆うと取れにくくなりますって書いてたから、持ってるトップコート塗ってみる。このトップコートでもさ、びっくりしたことがあったんだけど、昨日マニキュア塗って乾かしたの。乾くじゃん、乾いた後上からさトップコート塗ったらさ、まさかのトップコートがさマニキュア溶かしたんだよね。えみたいな、マニキュアトップコート塗ったとこどんどん剥げるからさ、何これと思ってつけなかったんだけど昨日は。でも今日はないので、それが多分シールはさすがに溶かさないと思うから、びっくりしちゃったマジで。ストーンは上に塗りすぎると見えなくなっちゃうから、ストーンには塗らない。知ってた？みんなストーンはダメだよ。水で、水じゃなくてこういうの全かぶせしたら、そしたらキラキラの 角感がなくなっちゃうからね。なんて言ったらいいんだろう、なんて説明するのが正解なんだろう。角感っていうか、マニキュアの苦手なとこってさ、ジェルと違ってさ、こうあのライトで乾かせたらいいみたいなのがないからさ、乾くまで待つっていう、そのすぐ乾くわけじゃないっていうのがちょっと苦手なんだよ。これが乾けばいい感じになるはず。もっと小指細、嘘、細くないよ、言うてだよ。私のマニキュアル乾かしてる途中に触っちゃってグニャグニャグニャってなるめっちゃいい言い方するとミュウミュウの柄みたいになる、悪い言い方すると汚い。超ポジティブに言うとミュウミュウ、でも実際は汚いだけ。
愛いシンプルだけど、ネイルシールなんて普段使わないからさ、たまには楽でいいかもね。でもマニキュアがね、基本的には私は使わない人だから。さあ乾くまでみんななんか面白い話して。ソファーとテーブル買って今日届いたけど、めっちゃ家狭くなった。マジ？そんな、あ、でもソファー今までなかったの？新しいソファー欲しい。なんかあのソファー好きな、色とかも好きだし使い心地はいいんだけど、ちょっとなんか汚そうだから買い替えたいっていう。もうちょっと高いからな。明日お仕事やって帰ります。ぬちゃんソファ3人掛け、3人なのかな。いやまあ多分2だと思う。本当は2だけど3人座れるぐらいな感じ。地元の祭りだったけど終わる直前倒れました。なんで？熱中症？おバカちゃん。わら夏場浅いの、うん、まあまあかな、普通じゃない。そんな浅いわけでもないと思うけど、めっちゃ深いわけでもない。飲んでるのはコーヒー牛乳。そうですね、雪印コーヒーです。大きく見える。なんでだろうね。でも多分3人かけれるからかな。笑いのツボ深いってないよね、今思った自分でも。深いってなんだろう。でも浅いの反対深いじゃん。どうなんだろう。でも本当におもろいなって思ったのしかあんま笑わないかも。そうじゃない時はなんか基本へーって思ってる。あ、そうだ、皆さん今回もちゃんとリナの歌り見つけてね、曲。フェブラリーでもやった歌割り当てクイズ。よろしくね、ちゃんと分かってね。でも今回は多分分かりやすいと思う。割と聞いてて自分の声聞こえたから、ぜひ。私今回別の意味でも分かりやすいと思うから、まあ聞いてみて。ちゃんと聞けば分かるはず。声分かりやすい。本当？声分かりやすいよ。でもあんま言われたことないな。あんま声通らない人だからさ、私自身は。で声取れない人だと思ってるから、あんまり これネイルシール取れそう。お風呂で普通に取れそう。お風呂で だってもうすでに薬指とか取れそうだもん。いやこれダメだな。大きいのとか多分取れないと思うけど、うわこれ取れるな多分。ダメだな。もうだってね、触るとね動くの、ほらパーツが。あ取れた。ダメだ。はい、ネイルシールダメでした。はい、とろっと。で先にシール取って。やっぱジェルに慣れてるからダメなのか。普通のじゃん。シールじゃん。よかった、片方する前で。
可愛かったんだけどな、ショック。じゃんじゃん。やっぱジェルが一番いいわ、本当に。なんだかんだ一番いいのはジェルネイルですよ。簡単だし、取れないし。なんでネイルシールなの？なんで？あ、まあ普段ジェルネイルしてるからってこと？今回はちょっとお仕事の関係でネイルをちょっと連続するお仕事がちょっとね、ネイルの関係がダメじゃないんだけど、ちょっと不安だったから。ジェルネイルでめっちゃもう地爪みたいな、ほんと巣の爪みたいなネイルにしといて、そこの上にいろいろ重ねたりしたね、マニキュアとかネイルシールとか。だから今回ネイルシールなだけ。取れた。綺麗に取れました。はい、じゃあ手洗ってきます。またこのねリムーバーが手にいっぱいついてます。よいしょ。やっぱさ、もう慣れないことはほんとするもんじゃないよ。ジェルネイルが一番です。嬉しくたって誰にも言えない恋は人を積もさってあることが伝わる。誰だ、登場人物分からなくなってきた。私さ、実はね、言ったことあるかもしれないんだけどさ、私本当に悔しくて、医師ぐらいから MV 見たことないんですよ、HKT の。結構リアルに。どれも見たことないの。悔しくて、ずーっと私見れなかったの、MV が。見たら多分いいなーとか、そう、悔しいなーとか、いろんな感情で多分泣いちゃいそうと思って、今までね一個見たことないの、医師から。やっと見られます、今回。本当に本当に見たことないの、マジで。なんか MV のいいシーンどこですかとか言ってもわかんないの、今までの MV 本当に見てなかったから。曲も別にさ、あれじゃん、 YouTube とかじゃなくてもさ、 MV じゃなくてもさ、 Apple Music とか聴けるじゃないですか。だから本当にね、聞いたことなかったの。やっと聞けますね、皆さん。やっと見れますね。曲も正直リハーサルとかで初めて、じゃあコンサートで踊りますってなった時に曲やっと聴くみたいなぐらいだったの。いや、歌うのは嫌とかないけど、普通に曲自体は好きだったりするから。ただダンスとかも V とかあっても見れなくて。そう、待って、めっちゃかいんだけど、絶対されたなんかに、ね、そうだから、まあ結構びっくり、びっくり。やっと見れる MV が。見ながらやってる。もうずっとなってるじゃん、ちゃんとして。なるほど。なんか みんなもちゃんと見ようね。片平ちゃんがめっちゃ片平ちゃんがめっちゃいいねしてくれるツイート、私がコメント返信をしてからというもの。でもね、前一緒に写真撮ってくれたんだよね、あの善悪の時かな、福岡の善悪の時に、あの一緒に写真撮ってほしいですって言ってくれて、
ったので、朝のおはようにリリーちゃんがいいねしてます。かわいい。なきちゃんたち本当楽しそうすぎてかわいい、マジで。サータン今日橋田好きなのかな。今日誕生日の人おめでとう、橋田です。最近梅田にある焼肉屋に行ったんやけどな、橋田ものすごい感動した。見たことある、こんな感じの動画、こんな感じだよね橋田マジで。橋田めっちゃ流れてくんのって YouTube に超見てるの。やばいよな、さすがに面白い橋田。ケンタ食堂ってなんだっけ、それ聞いたことあるな。普段から MV 見ちゃう、見て、今回ちゃんと見て、私も見るから。あと YouTube 最近何見るかな、まあ、ズンダモン見てるな一生。ズンダモンか。皆さんこんにちは、ずんだもんなんだ。ずんだもんか、あ、そのマリンヌさんの、マリンヌさんっていうその今ヨーロッパに住んでて、でその歴史的なヨーロッパのあのなんかベルサイユ宮殿についてとかなんかいろいろ教えてくれる系の方。おう、うん、見ることが多いかな YouTube。 ショートが多いなマジで、ショート一生流し続けてるみたいな。ずんだもん何でも見るよ、企業失敗系も見るし、ミステリー系も見るし、生き物系も見るし、ずんだもん、ずんだもんばかり見てるわ。そういうとあと2ちゃんまとめ、ほんとそれしかマジで見ない、ずっと言ってるけど。あとゆっくりゆっくり系、そんな感じの解説系が多いかもマジで。現在店に俺だけなのでショールームが大音、やだ恥ずかしい。え、そのさ鹿の子の子の子のやつあれ何なの、全然おもろいよね、シンプル勉強になるよね。私そういうので豆知識を貯めてるんだ頭の中に。だからなんで昔のヨーロッパの方のスカートがあんな長いのかとか、ドレスがあの形なのかとかも知ってるし、そういうなんか豆知識系めっちゃそう好きかも。え、そのシンプル鹿の子の子の子のやつあれなんなの、もともとはそのなんかさアニメのなんか主題歌なんかで歌みたいな感じじゃん、エンディングかなんかの。そもそもその言葉自体に意味あるの？って思うんだけど、もともとのその意味はあるの？地元の祭りで誰かが上げてる動画に自分が映ってないかさ。私もでもね一時期あれだったよ、 HKT 入ってあのチーム8の大分公演の撮影可能タイムのやつに私が映ってないかめっちゃ調べた、映ってなかった多分。前ツイッターに載ってたの映ってたんだけど、そうじゃないの映ってなかった。めっちゃキャミソール見えてる、黒いキャミソールが。いいやん、まあ、見えてもいいんだけどさ一応ね。
火曜の朝台風来るから。あ、そうなの？火曜っていつだ？あとちょっとか、あと5日後。鹿のこと越したの。え、そうなの？本当にそうなのね。待って、本当にそう、それ本当に正解？さあ、話す話題がなくなってまいりました。もういっぱい話してしまいましたからね。何時から始めたんだ私。好きだよね。31千葉戦絶対勝とうね。それ前の岡山勝ちたいね。13時24から始めた。ああれか、不具合関係でね。夜はしないと思う。明日がちょっと早いわけじゃないんだけど、あのちょっと早めに起きたいと思ってるから、準備の関係で仕事の。だから早めにちょっと寝るためにもしかしたらしないかも。てか多分しないと思う。そのために一応今始めた。すぐらいで15分経っちゃったからね。かな。頑張ります。私は明日仕事行って帰って24お休みかな、一日で。ここ天坂上がりだね。かな。クイネのあよえ作文。そうじゃん、皆さんぜひ送っててください。今度収録しますからね。出たかったな。 あのオーガスト。まあでも仕方ない今回は。ね、ほんとなんだかんだオーガスト出てないのもろいよな。ちょっと暑いの？窓閉めてるかちょっと分かんないよ今。じゃあもう一度スタコレを覗きに行く。あ、送ってくれてる青白竹さん
ありがとう、ごめん、今気づいた。ね、ないない。わ、すごいな。このさえさん、素晴らしく美女が良いな。え、でも口の色がすごい飛ばされてる。まずね、これクルタンかわいいな、これワンちゃんみたいでかわいい。このクルタンの髪の長さのハーフツインってかわいいよな。シンプルかわいいんだよな、ほんとガチかわいい。クイナもかわいいよ。まあ、クイナかわいいです。はい、クイナかわいいです。なんかさ、この前さ、突然さ、パッて手見たら切れてたんだよね。ここがさ、シュッシュッて傷入ってて、ちょっとやっとなんかこう閉じたけどさ、なんか普通に痛かったよね。びっくりしちゃった。え、痛がみたいな。わかんない、なんかで切ったのかな。でもなんか突然切れててびっくりしちゃった。え、手切れてたみたいな。自己紹介 MC 知ってますよな。いや、あれはあの姉ちゃんが一番可愛いよって言う人が多かった時にだけ言ってる。別にそうでもない時言っても思わないから、いっぱいいたら知ってますって言うようにしてるけど、そんなに来なかったらなんか言っても恥ずかしいだけですから、だから言ってないって感じ。え、なんかさ、昨日さ、ツイッター見てたらさ、東京どこだっけ、どっかでさ、なんかマンホールがさ、パーンって飛んだみたいな。あれ、どうしたの、何があったの、あれは。ポイント数が20万ポイントいってる。赤坂とか、あれ何だったの、あれ。あ、大雨、新宿、品川、まあ、でもね、いっぱいいっぱいある、いっぱい情報が。私品川水族館行きたい。品川水族館行きたいな。アクアパークの方、いや、あのホテルのとこにあるやつ、アクアパーク品川か。それゲリラ豪雨で雨の処理ができなくなった。え、そうなの。そんなので飛ぶの、マンホールって、パーンっつって、すごっ。アクアパーク、それアクアパーク品川って品川水族館違うの。アクアパーク品川、あ、これだ、品川プリンスホテルのとこにあるやつ。なんか前ね、そう、品川プリンスホテルに私行ったことがあって、あ、行ったこと、あ、違う違う、ん、あ、そう、プリンスホテルに泊まったことあるの。高校の修学旅行の時のホテルがそこで、でリトグリさんがアクアパーク品川によくリリース、いや、イベントで行ってたの、リリーベじゃなくて。そうだから、それでめっちゃ行ってみたかったんだけど、私の自由行動する時の班のメンバーが別に全くそういうのに興味がなかったから行けなくて。そうだから、めっちゃ行きたいのよ。あれ何時までやってんの。今度なんか機会があったら行こうかな。そうそうそう、噴水と一緒にやってるイルカショーめっちゃ見たくて。なんかわいい、かわいそう。
4月10日の劇場公演、あら、ありがとうございます。4月10日の公演って何だったんだろう、覚えてないの。そう、だから行ってみたいの、めっちゃ品川プリンスホテル。アトラクションとかあるの、ポートオブパイレーツ、すごっ、そんなのあるの。何それ、すごっ、イルカにタッチして、カワソタクシー、マジ、シナプリの水族館すごい。え、そうなの、え、そうなの、気まず、まあでもそれはホテルの横にあるとこだからそこまで大きくはなさそうだよね。逆にさ、水族館ってどこにあるの、他に、東京。あ、隅田水族館とかもあるんだ、へえ。アクアパークしながらサンシャイン水族館、かっこいいな。一番有名なとこはどこなんだろう、サンシャインシティ、噛んだ、シャンシャインになっちゃった、シャンシャイン、シャンシャインどこにあるの、あ、これか、板橋区、池袋、ここで来たんだ。サンシャインが一番有名な水族館、大分は一つですね。と次のためにサンシャイン水族館、え、てかこんな水族館あるの、東京って、やばくね、東京すごっ、え、東京すごっ、こんな水族館あるの、やばっ、なんでえ、なんでこんなあるの、水族館、あ、すごい、コブダイ、アシカスプラッシュ、あと、そうです、あそこ行きたい、あのシャチのとこ、シャチのとこ行きたい、どこだっけあれ、東京じゃなかった気がする、あのシャチがめっちゃ水かけてくるとこ、どこだっけ、埼玉だっけ、あ、鴨川どこだっけそれ、鴨川ってどこ、東京、千葉か、チーバくんのなんとか鴨川、え、これ鴨川で合ってるよね、シーパーク、シーワールド、あ、ここか、おお、これどこだ、チーバくんの、チーバくんの、おお、はいはい、お尻ぐらいね、あ、じゃあそんなことない、え、お尻ぐらいだね、ん、これチーバくんどっち向いてんだろう、チーバくんってこれ左向いてるよね多分、お尻ぐらい、シャチとキスできる、怖いよ、可愛いけど怖くない
キッチュね、キッチュ。なんか楽しいことしたい今から。なんかないかな。なんかさ、東京で楽しいボーリング、確かにボーリングちょっとしたいよねシンプルボーリングをしたいよね。浅草花屋敷。あ、そう、浅草花屋敷って何？そう、今東京遊ぶところって調べたけどさ、浅草花屋敷ってマジ何？これでも子供向けっぽいね、完全に。遊園地、あ、別に子供向けではない、ただの遊園地だけ。そのなんていうの、昔からある遊園地。あ、最古の遊園地なんだ、すごいなそれ。楽天地みたいな感じ。あ、じゃあ子供向けだわ。楽天地って言われたらめちゃめちゃ子供向けだな。読売ランド、読売ランドってなんかめっちゃ、読売ランドってあれなイメージあるな、コナンのさあれみたいなイメージ。コナンでいう、なんだっけ、コナンなんかめっちゃランデちゃん好きなの出てくるじゃん、なんとかランドみたいな。読売ランド、コースターあるよ、ジェットコースター。あ、ジェットコースターではないんだ、でもコースターなんだ。うん、なんかさ、あれはあんな感じじゃないの、カップヌードルミュージアムみたいな、なんとかミュージアムとかないの。東京ミュージアム面白い。あ、おもちゃ美術館とかあるじゃん、すごっ。あ、貨幣博物館めっちゃ行ってみたい。あ、私あそこ行きたい、あそこ行きたい。あ、博物館なんだっけ、あの恐竜の化石ある博物館。アイミルランド、神奈川なのそれ。なんだっけあれ、みなとみらいか。カップヌードルミュージアムがなんだっけそれ、カップヌードルミュージアムがみなとみらいだっけ。なんだっけ、なんとか博物館、あのバカでかいところ。パシフィコで恐竜とやってる。え、行きたい、今行きたい、今行きたい、今行きたい、めちゃめちゃ今から行きたい。あ、これだ、国立科学博物館だ。でもさ、博物館ってマジ興味のある人しかマジ興味ないじゃないですか。国立科学博物館、これか。めっちゃ行ってみたいんだこれ、ね、もういつか絶対に行きたいんだ。安い、チケット安い。恐竜見たくて、恐竜の化石大好きな。ジブリとかあるの？なんかその体験型のミュージアムとかないの？ポリスミュージアムあるじゃん、すごい。大人もできるの？ポリスミュージアム行こうかな。
大井お茶ミュージアム、え、めっちゃいいやん。自分だけのボトル作れるんやん。何大井お茶ミュージアムって、めちゃめちゃ楽しそうやんこれ。一番好きやわこういうの。マジカップヌードルミュージアム行きたい、もう一回。ラーハク、ラーハクいいじゃん、ラーメンでしょ。ラーハクって何？ラーメン。ラーメン博物館、ミニラーメンがあるからはしごできる、楽しそう。わあでもそれもうちょっとしてたらお昼ご飯食べなかったな。アンパンマンミュージアムとかありそうじゃない？福岡にもあるし、アンパンマンミュージアム。アンパンマン混むよ。あ、みなとみらいなの？それもみなとみらいなの？すごいな、全部みなとみらいやないか。今日、今日は食べ行かない。今日はね、時間がだってもう3時だよ。今から行ってもなんかあんまりあれじゃない？だから全部回れなそうじゃない？ラーハクは横浜なんだ、今調べたけど。あと私何言ってたっけ、あ、大井お茶ミュージアムだ。大井お茶博物館、これだ。あー5時で閉まる、早すぎ。大井お茶ミュージアム5時だ、早っ。体験何ができるんだろう、ボトル作り、あ、美味しいお茶入れ体験できるわ。と世界で一歩多いお茶ボトル創作体験できる、ラーハク入るの450円、年パス800円。出た、それあれやんけ、もう2回目行ったらもっと取れるやつ。ハーモニーランドと一緒やないか。でもしかも一人で行こうにも私本当に東京に疎いから何も分かんないんだよな。あ、ボーリングってあれなんだ、ボーリングだな、ボーリングじゃないんだ。まあ、でもそりゃそうだよね。ラウンドワンとか行っちゃおうかな。
番近いのはここか。やばい、コーヒー飲んだから歯磨きしたくなった。わかる、この歯磨きしたい気持ち。次のお話し会の関東会場みなとみらい。でも私ありがたいことに今回部が増えたから部と部の間に遊びに行くことができない。まあ普段その遊びに行くことなんてできないんですけど、とかなんか終わりが早かったらとかあるじゃないですか。多分それがないからさ、多分行けないわ。めっちゃ今歯磨きしたい。めっちゃ歯磨きしたい。カフェオレ飲むとマジで歯磨きしたくなる。これもブラックコーヒーだったら大丈夫なのかな。そうだ、未だにストーリーの返信がない問題あるんだよね。どうしたらいいんでしょう、これは。あ、花火だ。バルタン太郎さん、花火ありがとうございます。タコ花火。どうしよう、暇だな。暇だな。なんか楽しいことない？みんな、私が今からなんか楽しめそうなことない？カッパ橋で調理用具店巡り。わあ、めっちゃ楽しそうね、それ超楽しそう。みんなで七並べするでさ、 AKB さんのやつだっけ。じゃあそれ STU さんだっけ。七並べは待って、しかもおもろい。カッパ橋、なんで二人もしてカッパ橋って書くの、天才かよ。んでこちゃん花火ありがとうございます。カッパ橋なんて、そのカッパ橋初めて来た。 AKB 劇場行ってみたら、確かに、待って、 AKB 劇場行って、でも行ってもらえない、今日公演やってるの、しかも当日過ぎない。今日なるちゃん出ないのかな。え、待って、なるちゃん出るくない。今日は誰に恋をする公演でしょ。エイカさん、玉屋ありがとうございます。めっちゃ行きたい。なんで？あ、10年期取れた。10年期取れた。待って、本当に？待って、嘘じゃん。行きたいって言えばよかった。バカ。マジでバカ。最悪。待って、本当に行きたいんだけど。当日券？当日券ないんだよ、マイ
当に本当に行きたい。あマジでマジで行きたい。どうしよう、泣きそう。あ調べとけばよかった。めっちゃ行きたい、超行きたいんだけど。マジで行きたい、マジで行きたい。うえ吐きそう。マジで行きたいんだけど。そうじゃん、そうじゃん、行けばよかった。なんでマジで行けるじゃん。なんでこれが思いつかなかったんだろうね。もっと早く言ってよみんな。マジで行きたいんだけど。本当に、だってなるちゃんの劇場公演見れるかもしれないでしょ。最悪、当日は無理じゃない？と4時半に行けばリハ。うわ行けばよかったって。しかも改装するんでしょ、改装前でしょ。超行きたいんだけど本当に。あ待って、本当に行きたい、本当に行きたいね、マジで行きたい。どうしよう、本当に行きたい、泣きそう、行きたすぎて。マジでどうしよう。え？え、待って、マジで行きたいんだけど。どうしよう。本当にどうしよう。めっちゃ行きたいんだけど。ショック。そんなことある？今日誰が出るメンバー？でもあれだよね。今日は誰に恋する公演って基本的に同じメンバーだもんね。待って、本当にそんなことある？超見たいんだけど。もう立ち見、全然立ち見でいい、むしろ立ち見で見させてくださいな気持ちなんだけど。マジで超行きたい。知り合いメンバー、私ねえ、マジで行きたいな。いや、小路原さんの次に栗山マリナ出演しても誰やねんってなるやろ。なんだこいつ、誰やねんって。あ、なるちゃんいないの今日。いや、いなくてもでも見に行きたいな。いやでもな、でもいないってなるとちょっとまた話が変わるな。なるちゃんを見たい、今はなるちゃんを見たい。できればなるちゃんがいてほしい。え、今日いないの、なるちゃん。ショック、それはそれでショック。え、ショック。いないの、いないならまた話は別や。あ、結構今メンバー変わってるんだ、出るメンバー。え、待って、でも誰が出る、あと誰が出る。わ、でも AKB 劇場に行きたいな、シンプル。あしらは柱の柱限定、柱じゃないわ。え、明日なんか特別イベントやるの？明日行きたいよ。じゃあだとしたら、誰だっけあの子。でもあの久保ちゃんみたいな子、あの子めっちゃ可愛いよね。あ、このあと成田ちゃんめっちゃ可愛いんだよね。え、明日イベントやるの？めっちゃいいじゃん、このイベント行きたいわ。特別イベント、これ何、久保ひなのちゃんかな、めっちゃ可愛くない？超可愛いんだけど、顔が超好み。なるちゃんに会いたかった。なるちゃんどこにいるんだろう、今どこで何の仕事をしてるんだろう、とっても会いたい。
してるんだろう今。でもなえちゃんのことだからお仕事してそうだな。うん、なるちゃん、なるちゃんに会いたい。いやもはやもういいのよ、もうなるちゃんに会いたいの私は。うん、私もお仕事しています。メガネをいっぱい売りさばいてこい。あーなんてやば、いやえ、でも AKB 劇場に行きたいんだよ。私表に行ったことがないんだよ、裏側しか行ったことないから。わ意外と遠いかも、私がいるところから。意外と意外と遠いかもしれませんね。今さ、あの AKB 劇場って Google で調べてさ、関連する質問みたいなのあるじゃないですか。あれでなんか AKB 劇場の倍率はみたいな関連する質問あったから、パッて見たら第1位がチーム A 目撃者の前田敦子さん出業公演の倍率 916.22 倍。どういうこと、何これ、大丈夫、 916.22 倍って何それ、やば、ダントツだわ。第2位が AKB 劇場7周年特別記念公演が 254.32 倍。え、1位やばくない？何これ？ 916.22 倍ってやばくない？ 916 人分の1でしょ？え、怖っ。あ、AKB に載ってるわ、これ。え、でもあれだわ。そっからずっとバーって下行って、また個人系が出てくるのはあれだわ。次も7位に目撃者の前田敦子さん生誕祭の 205.58 倍だ。やばっ。あ、でも大島優子さん出業公演が972倍だ。こじはるさんが854倍。あ、じゃあ大島さんの方が多かったのかな、倍率的には。その他の記録、これはなんだ。あ、でもトップ、あ、2013年5月6日まではあれだ、前田さんの卒業公演が1位だ。何、大島優子さんが2014年の6月9日で970。何、972倍って、何、もう何それ、もうな、えー、何それ何、マジでどういうこと。もうなんか頭おかしくなりそう、こんなよくわかんない倍率みたいな。もうなんかさ、サイトパンクしそうじゃない？普通に劇場公演の申し込みサイト、こんだけあれだったら。 AKB 劇場行きたいけどな、普通にただ劇場を見に行くだけでもいいわ今もはや。なるちゃんだって等身大パネルなんかありそうだし。ただこれどうやって行くんだろう。何分とか言わないですけど、あ、で思ったより近いな。ただ乗り換えとかするとちょっとりな難しいかも。乗り換えとかするとちょっとりなちゃん難しいかも。行くの乗り換え苦手なんだよね。
泊まったことあった。そりゃそうだよね。休憩入りました。お疲れ様です。ロビカンは、いやロビカンバレないでしょ、ロビカンなんて。でも私がロビカン行くって言って絶対ファンの人何人か来るでしょ。今からメイクしていくってなるとな、ちょっとメイクかな、絶対誰か行くやろ。今からロビカンするからみんな来るって言ったら大体何人か来るやろ。もうファンミみたいになっちゃうのよロビカンでファンカンとかみんな来てくれてありがとうみたいな。ロビカンは行かないです。ロビカンならそれならもう土下座して中にもう見に行きます。 HKT48 の栗山里奈と申します、お願いします中に入れてくださいって言って土下座するわ、ロビーで。待って、リコピさんのリコピさんのまとめ面白すぎるね。元 HKT メンバー、妊娠を推測する声受け、誤解を招くような写真と体型ですいませんっていうタイトルのまとめがある日刊スポーツさんで、リコピさんもうなんちゅうあれやねん。反り腰の私はお腹が出てしまっている説明って書いて、リコのピさん大チュキその投稿で夏美ちゃん登場しちゃってて、でもなっちゃんさん最近じゃない、たまにインスタ更新してない。だからまあ全く更新してないわけじゃないからあれなんじゃない、一応あつななきさんにね絡み言ってるよね、リュウトちゃん。私もななきさんに絡みに行こうかな。ちょっと今肘に返してる。
なきちゃんと仲良くなりたいな。でもね、リュウトちゃんとエウロちゃんはジャケット撮影の時にちょっとお話ししたんだよね。仲良くなれるのかな。仲良くなるってなんか難しいな。難しいっていうか、なんか仲いいってなんだろうな。なんか仲良くってなんだろうね。後輩と仲良くって、いやなんかじゃあ仲良くっていうのが分かんないっていうか、お友達として仲良くって分かるじゃん。別に同級生とかさ、今までの学校の友達とかの仲良くは分かるじゃん。でもこうなんていうの、その後輩と仲良くってよく喋るとかじゃなくて、仲良くってどこまで行ったら仲良くに行くのかなっていう。だからなんかどうやったらどこまで行ったら仲良くなのか分かんなくて、ロッキーちゃんと私は割と仲いいといいっていうか、割と話すのは話すんですよ。でもただそれがこう仲いいの基準に満たされてるのかどうかっていうのが分かんない。どうなんだろうそこのとこ。あれ TikTok のそろそろ握手会の続き載せなきゃ。全然載せなかった。1万再生いったら載せるとか思ってたけど、全然載せなかった。ミント焼肉するくらいの意見。まあ確かにそれはそうだね。なんか一緒にご飯行ってみたいな感じか。でも私現れないと思うんだよな、みえんちゃんレベルで仲良くなる先輩というか、先輩であれ後輩であれ。別に話すのは話すし、もちろんこう一緒にご飯も行くけど、でもあそこまで本当にもうなんかお泊まりめっちゃしてとか、一緒にご飯毎日みたいに食べ行ってとか、ずっと一緒にいるとか、そこまでの人出てこないんじゃないかなって思う。本当に、別にお家泊まっていいよとかは全然あるんだけど、ただ向こうやっぱまだロキちゃんもロキちゃんで一応遠慮はちゃんとするし、そう、だからさ、でもなんかさ、その距離縮めたらで縮まるものってなんか違う気がするんだよね。みゃんちゃんとは別にそのなんか距離を縮めようって思って縮めたわけじゃないじゃん。なんだかんだやっぱ性格が合ってたりとかさ、こう一緒に話してるうちにやっぱもうめちゃ仲良くなってみたいな感じじゃないですか。だからなんか仲良くってなんだろうね、ほんと難しいよね。もちろんみんな可愛いしみんな大好きなんだけど、まあそうだよ、いろんな要素タイミングは本当にそうだね。そこだね一番は。まあ仕方ないか、それはそうだ。まあでも一緒にお話できるぐらいには、本当何でもない話をできるぐらいには仲良くなりたいね。
大親友とか親友とかまであれだからまで行くのはなかなか難しいと思うから本当あれだね。なんか今のロッキーちゃんとかと話すぐらいまで話せたらいいなと思うかな。ナナキちゃんとかも。でも本当仲良くなりたいなと思ってるから。ドリンクの前に連れて行けるくらいどうなんだろう。でもなんかさ。先輩から誘われてってさなかなかさあれじゃないですか。しかも割とさ距離もあるじゃん。応援行くのスタジアムまでもそうだしさ福岡だったら福岡か大分までも行くじゃん。だからさしかも先輩からさ、ね、一緒に行こうよってさあんまりさ例えばスポーツ観戦したことがなくてうーんって思ってたりしてもさ断りづらい割にさ料金が高かったりするじゃないですか。そうなると断りづらいね。だからさ私好きなんですよねみたいな行ってみたいんですよねとかそういうのでそうあれだったらいいんだけど、まあ、だからそうだね。だからサッカーはなかなかね誘いづらいよね。ほんとスポーツ観戦って向き不向きがあるから私は結構向いてたんですけどね。あ、またお腹が変な音してますね。断りづらい、なんでも断りづらいって思われてる時点で仲良くないのかな。私的には全然断ってくれてもいいんだけどね。もしあれだった、うん、映画ってどうなの。あれはだってなんかさ喋んないじゃないですか。てかあとさ、え、わかんない、もうこれ言い出したらキリがないか。え、なんかさ、そのなんかさ映画ってさ映画の最中にさもう絶対に喋りかけてほしくないとさ、ちょっとさなんかちょっとだけなんか共有したい人っているじゃん。私はちょっとだけ共有したいんですよ。でコナンとか見てる時も基本は黙ってるんですけど、なんかへーみたいな、例えばキュンキュンシーンとかできたらさくらいのめっちゃちっちゃい声でみたいなしたい人なんですけど、本当に話しかけてほしくない人っているじゃないですか。そうなってくるとさそこまた難しいじゃないですか。わかる？とかさ、ちょっと例えばさ今回の映画の中にコナン最近のやつねの中にさサブマリンかな、サブマリンだっけ今年、あ今年なんだったっけ、あじゃあ今年サブマリンじゃないか、サルマリーの次か今年はあれか、あの星のやつな、 その中にひじりさんって出てくるんですよ。その時ひじりさんって出てきた時にそうあのひじりと一緒に見に来てから先行上映で、そうあとメイクさんと一緒に3人で見に行ったんだけど、ひじり出たみたいな。そうだからさ、ちょっと笑えるとことかそういうのがあったりとかしたらちょっとしたい人なんですよ。そうだからさねえ、そこで結構差が出そう。一対一の、え別にそこは何対何とかでもいいかな、一対一とかでも何対何で。あとさこうこれは私がどうしたらいいか分かんないんだけど、一緒にご飯行った時一対一だったらさ別に全部おごってあげるのいいね。そうじゃないときってさ、どこまでおごってあげるべきなんだろうみたいな。あとその例えばこっち側先輩側が2とかで相手が4とか3とかだった場合、私はこうちょっと出してあげたいなって思う人なんですよ。まあ先輩ずらしたい人だからちょっと出してあげたいなって思うけど、ただ一緒に行ってる側のこの先輩側、一緒にいる同期側とかはどう思ってるんだろうとかも分かんないじゃないですか。だから私はこんぐらい出してあげてもいいかなって思って出してあげたいけど、向こうはでもいやそこまで出してあげなくていいんじゃないって思ってた場合どうしようみたいな。一人の時もどのくらい出してあげたらいいんだろうみたいな、めっちゃ思う。
出してあげたらって言ってなんかおこがましいですけど、そのなんか私は先輩面したいから出したいのなんだけども、私のお金にも限界はあるわけですよ。こっちからした時とかは特にいいんだけど、全然やで、同期の場出さないよ。すごいな、サイズとか1000円以内で十分かな。え、みんなはそういうことないの？価値観近い人と、いや別にご飯行くのに価値観も何もないからな。後輩誘ったら全部出す覚悟、後輩が誘われた場合は割り勘 OK だと思って。だから誘った時にさ、例えばさ、最初誘いました、1対1で行程でした、たまたまその時に2人ぐらいいました、じゃあ連れて行きます、1対3にあった場合どうすればいい？あんたら誘ってないから自分で払いとか言って それでも出す？いやでも出してあげたいなと思うけど、マジ値段によるって感じ。別にでもそれで増える分は楽しいし全然私はいいんだけど、私には魔法のカードがありますから、その場で現金がなくてもなんとかなりますけど。だから本当どっちかというと、そのなんだろう、同期とかなんかこう払う側の、ね、人間といった場合、どのくらい相手に出してあげればいいのかっていうのを悩む。そのどういうふうに思ってるのかみたいな。あとさ、例えばさ、向こうもさ、めっちゃさ、遠慮する場合ってあるじゃん。いや、いいです、いいです、本当に大丈夫です、本当に大丈夫です、みたいな。でも、だから、ぶつかり合いなんだよね。私は先輩ずらしたいから出したいんだけど、向こうは向こうで、今までおごってもらったことあるから、いや、もういいです、いいです、みたいな。そうなった場合、どうしたらいいの？あー、1000円だけ出してみたいな。確かにそれはありかもな。俺に恥をかかせるなって、怒るな。さやちゃんに座ったりなちゃんはどうなるんだろうか。え、行きますって言っていく。急いでメイクする。行かせてください。そうね、じゃあこれからじゃあ1000円だけもらうねしようかな。2割だけもらってもいいとか言って2割だけ出してもらおうかなとか言って、年齢近いうちのメイクは僕より稼いでるけど、推しの面目として僕が払わせてもらってます。でもいいね、年の近い姪っ子と一緒にご飯行ける関係っていいじゃん。すばらすばら割合言うのダサいよね。2割もらおうかなとか言って、じゃあいいですね、2割なら全部出しますけどみたいな。
いやなんかさ、その支払いを先に終わらせとくっていう方法は全然それはそれでいいんだけど、できる店だったらね、さ、できないお店ってあるじゃないですか。じゃあこれは何分に終わろうかな、配信を。めちゃめちゃ配信してる気がするの、私2時間ぐらいやってんじゃないもん、なんだかんだ。2時間経ってるよね、やっぱり。そうだよね、多分だけど1時20何分にあれだもんね。全部俺がですね、その代わりに可愛いにスタバ買ってがモテるらしいよ。それあれだよね、スタバより安いとこで言ってたらめっちゃおもろいよね。スキヤ、スキヤで牛丼一杯ずつ食べたのにそれ言ってたらめっちゃおもろいよね。あれ、スタバのフラペチーノの方がもしかして高い？こいつ得しようとしてやがる。じゃああと5分したら配信終わるよ。このあとメール送りたいけど、今日メール送ることがないんだけど、何送ったいと思う？ね、何送ったいと思って、いやメール送ることがないの、今日何も起きてないから。配信したぐらい、今んとこそれ以外何も起きてない。どうしよう、今から歯磨きすることぐらいしかない出来事が今のところの予定。どうしたらいい？だから今日の出来事何もないんだって。今日ここに来てからずっとこれだよ。コンビニ行ってご飯買ってこれだよ。でも何にもない記念日ありますからね、不思議な国のアリスの中で。結局何したか教えてくれれば。でもなんかさ、私のメールって多分充実感がなさすぎると思うんだよな。私のこと好きで見てる人はそれはもちろんいいかなって思うと思うんだけどさ、そうじゃない人が私のメール見た時何がおもろいんってなりそうじゃん。本当にあの何かある時は私は割と面白みのメールを送ってると思うんですよ。面白みのある、なんかさ、私メンバーのメール見てないのよ。だからみんながどんな感じか分かんなくて、最近クルタンがみんなのメール見てたからちょっと見せてもらったんだけど、やっぱほんと人それぞれだよね。少ないけど、数少ないけどめっちゃ長文でいついつが面白いメールの人もいるし、逆にこうメールの件数多めで意外とこうなんか今何してるよみたいなちょっとした短いことをいっぱい送ってるメンバーもいるし、でもどうなんだろう、やっぱ数いっぱいあった方がさ、まあ言っちゃえばコスパはいいじゃないですか。でもさ、だからといって内容がなさすぎるメールばっか送られてもそれはそれってどうなのって私は思っちゃうんだけど、どのぐらいからがおはようだけでもまあ嬉しいのは嬉しいのか、おはようは嬉しいか、今ご飯食べた、お3食送ってきた、どうなんだろう。もっちゃえ持っちゃおうかな、今日は表参道に行きました。この後のメールね、この後のメール、今日は表参道に行ってきました。そしたらなんとびっくり、大物有名人の K なんとかさんがKR さんと遭遇、キャン、実はお写真撮ってもらっちゃいました。でもプライベートだから送っちゃダメって言われちゃったんだよね。どうしよう、嬉しすぎる。じゃあまた明日も優雅な一日を過ごしましょう。バイバイとか言うのでいい？超持って。ハッシュタグリナメ、嘘つくな、やばい。やばい。フィクションでした。そうね。かっこフィクションでした。へえ。
もうここで言っちゃってるからね、へえなのよ、ただの1週間それ通してみてほしい、かわいいメールで、ね、メールってマジ難しいなって思う、ほんとスイパラ行きたい、スイパラ行きたいな、確かにスイパラってか果物食べたい、本当に今スイパラ、スイパラ、スイパラってか一人で行けるもん、どう思う？一人ででもスイパラって一人でも行けるよね。今スイパラ生しぼりモンブラン食べ放題付きスペシャルコースがあるわ。うわ待って、スイパラの果物がメロンマンゴーになってる、桃じゃなくなってる、桃が食べたかったの桃が食べたかったのに、マンゴーは食べたいけど別にメロンはいらない、しかも夏休み価格って書いてる、メロンいらない、桃が食べたかったのに、なんかちょっとショック、桃が食べたかった、じゃあ行かないもん。で今年桃食べてないんだけど、私やばい、桃食べてなかった、桃買わなきゃ、桃って言ってたら剥くときにさ、あのツーってここら辺さ垂れていくじゃないですか、かゆくて仕方ないんだよね、あれが。うわマジか、桃食べたかった、いつからいつまでだったのこれ、桃桃マン、もうこの桃とマンゴーが食べたかったの、この時に行きたかったんだけど、最悪だ、結構ショック、プリ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 、昨日食べたの、いいな、15個食べたのやば、それはやばいわ、そんで全然終わるっていう時間になったのに全然終わらないっていう、私
醤油麺何日まで、わかんない、何日までだろうこれ。だいたい1週間のイメージあるかも。今日が22だから29とか30かな。31まで、あ、じゃあ今月いっぱいか。オッケー、企画先も全部、どういうこと？じゃあまあとりあえず終わろうかな、そろそろ。13位リンくんありがとうございます。12位シルちゃんありがとうございます。11位ヤキゴジありがとうございます。10位ガオちゃんありがとうございます。9位ションションありがとうございます。8位青城武さんありがとうございます。7位ジャッキーさんありがとうございます。6位トウチタロさんありがとうございます。5位ゴンタさんありがとうございます。4位アオイちゃんありがとうございます。3位エカさんありがとうございます。2位バルタン太郎さんありがとうございます。1位テンタコちゃんありがとうございます。博多の全日空でマンゴーも使った高い高い高い、絶対全日空高いでしょ、絶対全日空高いって、分からんけど。じゃあこんな感じで配信しましたけど、あ、目的水さんよかった、それは。じゃあ皆様、多分夜は明日がちょっと、明日のためにちょっといろいろしたいので多分しないと思います。では